気張り続けてちゃ持たねえぞ。手震えてるじゃねえか。頼むぜ隊長、やっとやり合えるんだからな、帝国のクズども。Bonjour à tous, aujourd'hui les gens, on est sur Valkyria Chronicle 4, épisode 23. La dernière fois je vous ai laissé, on était avec Claude, Raz et Kai. Kai c'était de faire exprès d'être son frère, le meilleur sniper du monde. Claude et Raz ont fait exprès de faire tout le tour pour buter des cibles. Bien sûr ces cibles savaient que c'était pas le vrai Kai, ils devaient faire exprès de se faire tirer par la snipeuse. En fait non, c'était nous qui le tirait de proche d'eux. À quelques centimètres d'eux en fait. Mais bien sûr, on ne devait pas se faire repérer parce que l'instructeur qui était là et des soldats en mode ouais, ah, mais tu fais quoi là, machin, c'est normal qu'il est là lui. Puis voilà, on a se faire choper. Je dis, reviens 5 fois comme une merde, mais voilà, j'ai réussi à la fin et je suis content. Et là, on va à la suite. Allez, c'est parti. Appuyez sur une touche, j'ai une partie, ça passe, Hop. Bon, c'est plaisir, bien sûr. Je devrais sauvegarder. Voir cet épisode, je suis con. Ah là, on va voir cet épisode. Allez, voir cet épisode, yes. Yes. N'entoka kiri nuke. Danger 訓練の倍は疲れたぜ。一気にハゲそうだ。リーナ、じゃなかった。カイ、どうかした？いや、我ながら妙なんだ。今まであんなに的を外したことはなかったから。あれ、今までライフルを扱う。ああ、みんなが連邦軍に志願した後、私はハーフェンの自警団に入団した。そこでは狙撃手を務めていたから多少は撃てる方だと思っていたんだが、さすがに旧式の猟銃と連邦の正式ライフルとでは勝手が違うようだ。おいおい、初耳だぜ。だったらもう少し当たりそうなもんだが。おい、これ照準器の付け方間違ってねえか？なんだこれ、照準が全く合ってねえぞ。そうなのか？いや、むしろこのめちゃくちゃな照準でよくあそこまで狙えたもんだぜ。お前ちょっと照準直して撃ってみろ。ああ、なんですかこの腕前。前段ど真ん中に命中。本物の怪異以上かもしれ。自警団時代の銃より随分撃ちやすい。このスコープというのは便利だな。カイ、兄貴よりすごいやつだったんだな。私はカイだ。妹はいるが兄はいない。みんな私のために協力してくれて感謝する。この借りはこの腕で必ず返すと今ここに誓おう。これからもよろしく頼む。これでいいんだよね、兄さん。それ以来リナは怪になってワンショットキラーの異名まで担ぐようになったわけだ。なんだよ、驚愕の真相を語ってやったのに拍手の。だってまだわからないことだらけだもの。怪、本物の司令部からの特別な任務って何？怪我はどうなった？悪いが、それは俺たちもリナのことを託されて別れて以来誰にも何も連。じゃあど
どこかで死んじゃってるかも。それはないな。カイはあの程度でくたばる男じゃねえ。だったら探そうと思わないの？彼のしてることめちゃくちゃじゃない。あいつは俺に頼んだ。俺は引き受けた。それでしまいだ。詮索はしない。俺はカイを信じるだけだ。間違ったことはしねえってな。馬鹿げてる。男同士の誓いってのはそういうもんなん。それでリナに男のふりさせて戦場に借り。そこは心配すん。託された以上何があっても守り抜くさ。本当にそういうところがバカだっていうの？こんな戦場で守るも何もないじゃない。ん？クロードたちが戻ってきたぞ。これでようやくテントに戻れるわね。今の話カイにはするなよ。どうして？兄貴のこと思い出させたら辛いだろ。そうよね。あれだけ仲のいい兄弟だったもの。いつかまたみんなで集合できたらいいわね。平和になったハーフェンで。いいな。ガキの頃は日が暮れたらバイバイだったが、今なら夜通し飲み明かせる。話したいことが山ほどあるぜ。酔っ払いには付き合わないわよ。さあ、凍える前に帰りましょう。差し当たっての私たちの我が家に。雪まみれのテントが我が家ね。風がしのげるだけここよりマシよ。よし。Une nouvelle page s'ouvre. 8. La merde. Là, les gens, on va savoir enfin. On va savoir. Mina, écoutez. Il y a un nouveau ami qui est en train de se faire. Oh, my God. King de Aru, on est en train de se faire. Léon Hart Strauch. Je suis en train de se faire.On va enfin savoir comment le bateau est venu ici. On va voir si elle va péter un câble. On va voir tout ça. C'est parti. On va voir cet épisode. Silence radio. Moussou no ryūhyō ni ume tsukusareta. Gentōki no mi arawareru yōjō no hyōgen. Daihyōyō.帝国領の内海にこの広大な表現が出現すると船舶の航行は不可能となる。冬の帝都は陸路は積雪、海路は流氷という天然の要害で、しかしその要害の一つ大氷洋を今三隻の連邦軍艦が北へと突き進んでいた。雪上巡洋艦突如現れた雪上巡洋艦隊によって僕たちレンジャー大隊は窮地を救われた。もっとも人員の半数以上という多大な犠牲を出してからのことだが、生き残った者は収容され中隊ごとに各艦に再編成された。 E 小隊を含むレンジャー部隊は2番艦センチュリオンに配属となり、寒さや飢え行軍の苦しみからようやく解放されたのだった。そう、ここは快適だ。今までのことが嘘みたいに。だけどここには空がない。
レイリー、ミネルヴァの様子は？ダメ、食事に手もつけてないわ。そうか、無理もないな。 F 正体は彼女を残してほぼ壊滅、その責任の一端は。私たち E 正体なのよね。だけどこのままじゃ。ああ、時間が解決するのを待つ余裕はない。あっ、くそ、スープがこぼれちまって。大丈夫ですか？さっきの揺れ。ダックにイライラするぜ。こうも四六時中揺れてちゃ食欲も湧かねえし、きしみがうるさくて眠れもしねえ。この程度の表彰声で眠れないだって？陸軍育ちはデリケートだね。ガサツな海軍野郎とは違うんだよ。ここが誰の船だか分かってんのか？寝られねえなら寝かせてやろうぜ。流氷の鳴き声が聞こえねえくらいぐっすりね。いいぜ、やってやろう。かかってこいよ。あれ？そんな大振りで当たるわけねえだろ。喧嘩ってのはこうするんだよ。いいの？止めないで。少しはガス抜きすればいい。どうせ丘のバカと海のバカの喧嘩だ。出る！クソ野郎が！ねえカイ、これやっぱりちょっとうるさすぎ。バカは殲滅しなくちゃ治らない。ギエレイリー、てめえ手榴弾はな。ダメだ、退避退避。おい、あの手榴弾は。大丈夫よ、中身は唐辛子と胡椒と粉末マスタードだから。行きましょうかい。お茶は静かな甲板で。なんて凶悪な兵器を。もう水をくれ。この騒動を止められるのはクロードくらいだな。センチュリオンにようこそ。私が艦長のモーガンです。こちらが通信士のマリーと測敵士のルフ。艦と陸戦部隊との連携を後方から支援するわ。よろしくね、クロード。ルフ、クロードにご挨拶は？挨拶？時間の無駄だ。昼寝している方がまだ有意義だな。あまり気にしないでください。この子は誰にでもこうなの。腕は確かだから心配ないわ。そうですか、うん、いかにも丘の軍人らしい。あなたは？私は航海長のブライアン・ハドック。階級は中尉だ。ハドック中尉、よろしくお願いします。階級は私が下だ。ブライアンでいい。え？いや、僕も注意です。いいえ、クロード・ウォラス君、君は今日から大尉です。本艦の護衛部隊の指揮を君に任せたくてね。護衛部隊の指揮？しかしこの艦には専任注意のミネルヴァ・ウィクトルが。当然お前に先んじてウィクトル中尉に命じた。だが彼女は孤児し、
代わりにお前ミネルヴァか。私はもとより君を推していました。判断力、適応力、何より兵卒からの信頼、引き受けてくれますか、ウォレス隊は。結構。では早速ですが、新任隊員に今回の任務について説明しましょう。当艦を含む3艘の雪上巡洋艦隊は現在代表用を帝都シバルツグラード吸収作戦、作戦コードはキングナス。もともとはノーザンクロス作戦の B プランとして極秘に計画されていました。しかしノーザンクロス作戦が頓挫した今、連邦軍参謀本部はあちらを陽動作戦とし、我々キングナス艦隊を帝都侵攻の本命にする意向です。代表用は天然の要害だ。帝国もここから攻められるとは考えていないはず。気づいたところで、船はおろか人も車両も渡れない代表用では迎撃も追撃もままならない。この新兵器、雪上巡洋艦を持って、それが我々の使命だ。代表用から帝都を攻める、確かにそんなこと誰も思いつかない。君にはこの艦の護衛部隊の指揮官として、粉骨最新。頼もしい限り。君の大尉としての最初の仕事、それはリーダーですか。君は大尉に昇進し、艦内で求められる役割はこれまでよりずっと、 E 小隊に所属する人数も増え、戦略の幅をさらに広げる必要があります。常にミラー少尉やラズ軍曹などが君の補佐をしていますが、彼らに加えて新たな隊員をリーダーに任命し、E小隊のさらなる充実を図ってください。きっとこれからの戦いの大きな力になるはずですよ。ありがとうございます。誰を任命するかはじっくり考えてください。リーダーにふさわしい隊員か。さて、ミネルヴァ、護衛部隊の指揮を引き受けた。なぜ僕を推薦したんだ。聞きたいのか、私の口から敗北宣言を。違う、君は僕を許していない。なのに。ああそうだ、クリステルを殺し F 小隊を壊滅させた。私はあの一件を生涯許すことはない。だがクリステルは最後まで誇りを胸に戦い、己の信念を貫き、あの絶望的な状況で私を生かすために全力で。私は彼女の死に報いる。帝国を。だったらなぜ君が指揮官を。貴様の方がその任にふさわしいからだ。 F 小隊は壊滅、 D 小隊は隊長以下負傷者多数。再編成されたこの部隊で
まともな戦力を維持しているのは E 小隊だけだ。ならばその隊長が部隊全体の指揮官となるのがミネルヴァ。クロード、私には覚悟がある。死んだ者に報いるため、勝利のために全てを捨てる覚悟が。お前ごときと勝ち負けを争うようなちっぽけなプライドなど、この命を使え。クロード、仲間たちに誓った帝国打倒を願いながら散っていった仲間に報いる責務が。ああ、分かっている。見ているぞ、クロード。貴様の覚悟、もしも先に行った仲間たちの思いに恥じるようなことがあれば、私はためらいなく貴様に銃口を向ける。みんな聞いてくれ。 E 小隊に加わる新しい仲間を散っていった仲間たちに報いるために、ミネルヴァ・ヴィクトルはこの命を懸けるぞ。ロナルド・オルビーだ。 F 小隊の誇りを胸に私は戦い続ける。今日はみんなに報告がある。機甲レンジャー部隊再編成により本日付で F 小隊は E 小隊に編入されることになった。諸君、知っての通り F 小隊は先の戦闘で壊滅的な打撃を、帝国軍の攻撃になすすべもなく多くの仲間を。F 小隊の心に宿る魂は失打倒帝国、散っていった仲間たちの。ミネルヴァ、 E 小隊も共に背負っていく。クリステルをはじめと、そして彼らに誓おう。必ずやりと。そうだ、帝国を打ち倒し戦争を終わらせる。今後 F 小隊はウォレス大尉の指揮下につき、E 小隊と共によろしく。 F 小隊からは隊員2名のほか戦車1台も戦力として加わ。マイルズ、ダン、こちらが F 小隊の戦車長ロナルド・オールビー少尉です。よろしくお願いします。ま、固くならずな、キラ、新たな戦力が加わり、 E 小隊のこれから先も厳しい戦いが予想されるが、みんな一丸となって戦い、よろしく頼む。クリステル、お前の死に。いっそ代表用に放り投げて雪合戦でもさせた方がいい。なるほど、それもいいかもしれないけど、よほど体力が有り余っているらしい。雪合戦では足りるまい。ミネルヴァ、クロードも。ミネルヴァ、もうその別に負傷していたわけではない。いつそこまで。僕らはこれから
キグナス作戦という大きな目標の達成を共に目指す仲間だ。つまらないことでいがみ合っている場合じゃない。キグナス作戦？なんだお前ら、そんなことも知らないで乗ってたのかよ。ラズ、みんなも聞いてくれ。この艦は大氷洋を北上し、帝都突入を目指してる。これがキグナス作戦。僕たちレンジャー部隊が参加する。おいクロード、この艦マジで帝都まで行くのかよ。ああ、これに乗ってるだけで帝国をぶっ潰せるとは楽ちんだな。おい海兵の野郎ども、しっかり俺様を運べよ。なんたって未来の英雄なんだ。この程度の揺れで弱音吐いてる連邦のもやしが帝都まで持つわけねえだ。なんだとてめえ。ラズ、やめるんだ。どうやらお互いを知るために陸軍と海軍の合同演習が必要みたいだね。の皆さん、お待たせしました。これより陶器装備を支給します。陶器装備ってことは、もうかじかんだ指を戦車の排気口で温めたり、ありったけのソックスを重ね履きしたりしなく。まあそんなことをしてたの？大変な行軍だったとは聞いていたけれど。防寒コートに革の手袋、ウールのインナーにムートンのブーツ。安心して、これから先。よっしゃ、よし、ささっ。レイリーたち、ずいぶん遅いな。たく、女ってのはどうしてこうも着替えに時間食うのか。どうせ何着たって変わり映えしねえのに。ふーん、言ってくれるじゃない。じゃじゃーん、レイリーミラー陶器装備バージョンや。あ、お、何よ、か、いや、とても似合ってていいと思う。ふふん、でしょ。裾のラインが可愛くなるようにちょっとカスタムしたの。それでこんなに時間がかかったのかよ。いや、時間がかかった。へえ、カイさんもよく似合ってる。なんだよお前、マントの色が変わっただけじゃねえか。大丈夫ですか？なん、サイズが合わな。あ、そうか。カイは軍籍上男で登録されてるから、マリーに行って女性兵士用のものを用意してもらおうか。いや、このままでいい。厚着して動きが制限され。こうしてくるまってしまえば意外と暖かい。なぜ乾燥？別に風邪ひいても知らねえからな。ああ、気をつけよう。俺だって風邪くらい。C'est tout pour cette vidéo, merci tout le monde. Suivez King Obert 542. Ciao les dimanchiers, allez, abonne-toi. Allez, laisse un petit like au passage. Allez, abonne-toi.